野島の選手はすごい攻撃のところは上手な選手も多いと思いますし、まあ、チーム全体としてすごく最後まで頑張るチームだと思うので、やっぱり自分たちも90分しっかり集中して戦っていかなきゃいけないなと思っています。はい、いつも、熱い応援ありがとうございます。十日町の開催で少し遠くはなってしまいますが、たくさんの人が試合会場に足を運んで、応援してもらえればと思います。野島戦も、引き続き応援よろしくお願いします。